今回も14万都市のデータ比較対決をお送りしていきます。今回は3回戦、2までに入れば次の最強決定戦の4回戦に進出していきます。勝ち抜きの草津市と土浦市か、それとも多摩市、入間市、足利市、鏡ヶ原市となるのか、さまざまな都市データで勝負の運より証拠の10連戦で検証していきます。1試合目、主将州等の草津市の勝利、5点差の2位は鏡ヶ原市。2試合目、農業畜産等の土浦市の勝利、2位は草津市。3試合目、小売業年間商品販売額等の草津市の快勝、2位は多摩市。1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0で計算し、4試合目、人口増加率等の草津市の競り勝ち、3点差の2位は鏡ヶ原市。5試合目、卸売業年間商品販売額等の土浦市の快勝、2位は草津市。6試合目、生活関連娯楽業売上等の土浦市の勝利、2位は草津市。7試合目、地方税等の多摩市の勝利、2位は草津市。8試合目、課税対象所得等の多摩市の勝利、2位は草津市。9試合目、製造機品質価格等の草津市の競り勝ち、4点差の2位は土浦市。最終戦、農業産出額等の土浦市が接戦を制する、2位は草津市。全10試合の最終結果が出ました。草津市勝ち点82、土浦市勝ち点62、多摩市勝ち点45、鏡ヶ原市勝ち点38、足利市勝ち点11、入間市勝ち点6。4回1位、6回2位の圧倒的安定した強さの草津市が連続首位突破で勝ち抜け、2位も4回1位の土浦市が3連続勝ち抜けとなりました。多摩市は健闘も敗退、鏡ヶ原市、足利市、入間市も敗退です。この動画はここまでです。この動画を楽しいと思っていただけた方はぜひチャンネル登録をお願いします。次の最強決定戦の動画を見逃さないと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。コメント、高評価、リクエストもお待ちしております。